はい、サリジャーの皆さん、はい、明けましておめでとうございます。一応メンバー集まるのは今日が新年初ということで、はい、はい、というわけで今日はですねこちら新宿にある花園神社、まあ一応ここがなんかその芸能関係の神様を祀ってる神社っていうことで、今日はここでメンバーで初詣を、はい、して、まあ、今後ももちろんですけどまずは7月半ばねれにの成功を祈願しようと、はい、思います。はい、よしじゃあ行きましょうか、お参りしに。そうですね、はい、行きましょう。はい、まあ、ちょっと果たして動画回してていいのかっていうのはちょっとあるんだよね。バチが当たる、うん、そう神様を味方につけなきゃ。初めてだね。そうだね、俺もそうだ。おみくじみたいなのできるの？あるんじゃない？ある？やっちゃう？おみくじ10連ガチャ。なんかコロナでお守り郵送とか言ってた1週間後に。え、そうなの？マジで何待ってんの？再生3体？じゃあまあ俺らもこれに並ぶと。なんか参拝してお願い事するじゃん、うん、でお願い事して、うん、おみくじを引いたのが、うん、その結果っていうかそれの運勢らしい。へえ。だからお願い事の運がそれでわかるみたいな。そうです。じゃあとりあえず並びますか。はい、はい、長い。続いてはおみくじです。はい、恋愛のおみくじ、ね、買いましょう。はい、じゃあ皆さんで開けましょうか。開けてみよう。まずマスカ君から行きますか。俺から行く。はい、うい、大吉。おお、素晴らしい。素晴らしいね。なんだって？財産は増え出世もできます。良い人の助けによってさらに出世するでしょう。しかし正直にしないと災いが起こります。素晴らしい。正直者で行きます。はい、私は正直者で行きましょう。私も。はい、はい、じゃあ翔真君行きますか。行きますか。せーの、はい、番小吉。小吉。物事を控えめにし先走るようなことはいけません。悪い人に邪魔されたり間違いを起こすことがあります。人との交際などに気をつけることです。なるほどね。いいやん。でも雅のかかってるこの新、うん、そうだよ、新メンバー。あ、中吉。おお、中吉。はい、なるほどね。親類にまで災いをかけ悩み事が多いでしょう。すべて時の来るの待ち、今は静かにしていればということは今の生活で良いと。そうですね。とりあえず待ってろと。待ってろと。じゃあ最後夏。今日落ちとして落ち頼む。バーン。末吉。末吉。苦しみも悩みもいつか消え、うちに楽しむことが来ます。自ら職業を熱心に務めることです。なるほど。あ、ギターに務めますでしょ。はい、苦しみも悩みもいつか消え、うちに楽しむことが来ます。自ら職業を熱心に務めることです。なるほど。でも、はい、バンドの顔のアスカが大吉を入れたんで、うん、 それはでかい。ワンバンダイなんじゃないですか。みんなバラバラだしね。導いていきましょう。はい、はい、大吉のアスカ君は持って帰るということなので、はい、僕ら3人はここに結んでいきましょう。証を残そう。よし、どこ。今、翔馬の小吉が翔馬の小吉翔馬の小吉なんかの小コーナーみたいな感じで。はい、翔馬の小吉。はい、はい、絵馬買いました。はい、
ニョリ君が可愛いのがいいです。じゃあ俺がいい。三種類あったでしょ、これで。早速帰ってきました。はい。何年、何年やってこれ。牛やんな。牛。令和。令和三年だよ。三年。三年。な？一月。今日は？四日。はい。じゃあ真ん中にサリジアって書いて、そうだね、で、おのおのなんか、はい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 、これがサリジアのエマですね、はい、はい、では代表してトスカ君飾りに行きましょう。はい、はい、飾らせていただきました。で最後、はい、はい、お守りをね、バンドで、はい、これが、芸道成就のお守り、これをバンドで1個買いました。はい、はい、これをバンドで使うものに何かつけといて、赤羽レニーもそうですし、今年1年をね、はい、守ってもらいましょう。はい、はい、じゃあ今年1年頑張りましょう。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。